宮島桟橋の前では地元の代表が警備に当たっていた北海道警の警察官にねぎらいとお礼の挨拶をし花束を贈りました。広島サミットには全国からおよそ2万4000人の警察官が派遣され、宮島でも多くの警察官が G7 首脳の訪問に際して警備に当たりました。また宮島学園前では愛知県警の警察官を乗せた車両が通過すると、小学校や幼稚園の子どもたちおよそ80人が盛んに手を振り、車窓の警察官たちもありがとうと答えていました。警察官の人は宮島に来て宮島のことを守ってくれたので嬉しいです。遠くから来てくれたことにはもう感謝しかないです。それで宮島を守ってくれたことが第一、ありがとうございます。